去年室蘭で教え子だった女性の胸などを千枚通しで刺して殺害しようとした罪に問われている元中学教諭の男の裁判員裁判が始まり、男は起訴内容を認めました。元中学教諭の野沢敏重被告は去年9月、室蘭の自宅の玄関付近で教え子だった40代の女性2人の胸や背中などを千枚通しで複数回刺し殺害しようとした罪に問われています。被害者の女性2人は2021年10月に野沢被告から過去の性的関係を持ち出して現金300万円を脅し取った罪に問われ、2月に執行猶予のついた有罪判決を受けました。今日の初公判で野沢被告は起訴内容について間違いはありませんと認めました。検察は台所から取り出した千枚通しで女性2人を刺し、妻に止められても必要に攻撃をやめなかったと指摘。一方、弁護側は殺害を決意したのには酌むべき点があるなどと主張しました。裁判の争点は刑の重さで、あさってには被告人質問が行われます。